はい、よかったね、さっちゃん。さっちゃんもだから一回出てまた外に行きたいけども出してもらわへんからね。ちょっとストレス。そうなの。でもすごい病院先生にも褒められたっていう。うん、そうだよね。うん、あんだけ泣いてた子や。まあ、ね、そうね、欲求がね、欲求があったんだ、ね、でもちゃんと自分の道をこう進んでいく子ですね。ほとんどね勝ち取ったって感じ ね、すごいな。つくらで一緒に喋ってる時はまあ外に出てたら泣かへんかったけど、やっぱりちょっとね、あの時もね、すごい泣いてて呼んでる感じがね、うん、こっちで喋ってても向こうから、うん、声聞こえたりしてたから、うん、うーん、ね、さっちゃん、よかったね、うん、みんな落ち着くところへ落ち着いて、そうそう、そうなのね、そっか、うん、ね、猫は聞いてるからね、話をね、聞いてるのとだから、うん、あれですよね、あの今日も